はい、ボイストレーナーがですね日々思うことを投稿していく動画でありますけれども、今回はですね、もう本当にその私は政治とか全然詳しくないので、一ボイストレーナーとして単純に思うこととして皆さんにね、ご紹介したいなと思うんですけれども、今の内閣総理大臣ね、菅総理大臣という方がいらっしゃいます。まあ今回いろんなことがねやっぱり起こっておりますので、戦闘で指揮を取るのもとても大変だと思います。よくわかりますけれども、それはね気持ちとしては、一個ね私はボイストレーナーとしてちょっと言いたいのがね、声がちっちゃいですよね。皆さんもあの会見とか見て思われるかもしれないです。あの人の声の大きさっていうのはですね、もちろんそれは好き好きでいいんですけれども、やっぱり戦闘を切ってこうね、みんな行くぞーとこう旗を振る人はもうちょっとやっぱ声が出てくれないとですね、私はですよ、言葉に説得力が出てこないんではないかなというふうに思うんです。でこれはね、あの、まあ、今菅さんの話をしてますけど、皆さんの生活の中でもそうです。お友達とお話をしててね、声が通りにくいとか滑舌が悪いとかこう言われたりする方ね、いるかもしれないですけど、それはねもうちょっと振り返ってみると、その言いたいことに対する自信があんまりないからちょっともごもごもごっとしてしまったり、声が大きく出なかったりするっていうことはね、皆さんも経験があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で私はね、その無理やり大きな声を出せばいいっていうわけでもないと思うんです。その頑張ってあの喉からめちゃくちゃに出してる声というかね、怒鳴るような声で出してもみんなが耳を傾けようとはしないんですけど、一個ねすぐできることは、声がちっちゃいってことは出てくる空気の量が少ないわけですから、入る空気の量を増やしたらいいんです。吸う量を増やしてあげたらいい。吸った空気が多かったらその空気を出しに行くわけですから、勝手に声というのは大きくなります。なので息を吸うときに皆さんね、肩を動かさないで、いっぱい吸う、その後言葉を吐く、これはね、まあ個人的にですよ、菅さんにやってほしいなと思うんです。もう声がちっちゃいとみんながねこういう大変な中気持ちを一つにして頑張ろうっていう先頭を切る人の声がボソボソボソだと、やっぱみんなもね本当に大丈夫かなって不安な気持ちになっちゃうと思うんですね。これは皆さんの会社のね上司というか、社長さんとかそういう方とか、もう考えていただけるとわかるかなと思うんですけど、やっぱりね大きな声でね、こうだ、もう俺が高級なんだから行くぞって、その内容がもし違ってたとしても、そういう人に人ってやっぱりついていきたくなるっていうね、やっぱりこう根本的な、ね、政策動向じゃなくて、その体の感じ方としてね、絶対あると思うんです。なので、まあ、この動画なんてね絶対見ないと思いますけども、もうちょっと息をたくさん吸って、はっきり大きく決めたことを言っていただけると私はいいなというふうに思いますので、ね、こんなの私が偉そうに言ったところで批判もいっぱい来るかもしれませんけれども、単純に声を大きく話してくれないとみんながちゃんとよしって乗っかってくれないですし、そのためにはたくさん空気を吸わないといけない。それをまずしっかりやってもらった上で、みんなの前で堂々と喋るっていう姿を私は見たいなと勝手に思ってしまいまして、このお話を今回はさせていただきました。